みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、先日、私、部活悩んでたんですけど、ついにね、部活入りました！ということで、今回はね、何の部活に入ったのか、お話しようかなと思います。はい、でですね、めっちゃ迷ったんです、私。そう。4つの運動部からすごい迷ってて、なんだっけ、テニスとバレーとソフトボールと陸上、この4つすっごい迷ってて、どれも楽しかったんですよ、体験に行ってみて。けど私が今回選んだのはテニスです。テニス部に入りました。そうなんです、私どれも未経験だったんで、そうですね、どれ入ってもよかったんですけど、テニスにしました。いや、テニス楽しそうだったの、すごい。でね、もう土日の部活、日曜日の部活も始まって、すごいよね、結構やってるんですけど、結構打てんの。なんか空振りとかあるんだけど、たまに。けどなんか先輩とか経験者の友達とかに教えてもらって、なんかこういう感じでね、打つわけですよ。最初ね、なんか全然打てなかったのが、最近なんか音が良くなってきて、なんかスカッてするような音が出るぐらい打てるようになったの。すごい嬉しい、本当に。そうそう、でもまだそういう試合体系とかで打ったりとかしてないから、そうそう、まだまだなんですけど、楽しい、打ててね、すごい楽しいということで、まあ部活選びは成功だったんじゃないかなって思ってます。まあ、どこに入っても多分なんか楽しめる自信はあったの、私。そうそう、でも先輩方もすごい優しくて、顧問の人もまあいい人っぽいし、友達もすごいみんな可愛いし優しいのね。もう本当に恵まれてました。はい、よかったです。楽しみですね。今日はね、たまたま部活がないんですけど、明日からはね、また頑張りたいと思います。ただもうなんか梅雨、なんていうの、梅雨なの、もう雨がすごいの最近。だから雨の日はなんか教室でテニスの試合見て、なんかいいところとかをなんかメモして発表しましょうねみたいな感じらしいんだけど、最近ずっと雨で、もうほんとずっと動画見ては書いての繰り返しで、全然降ってなくて、そう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 、早く梅雨終わってほしいなと思います。ね、これからね、頑張っていきたいと思います。筋肉痛？うん。ここがやばい。まあしょうがないね、最初になっちゃうね。ということでね、テニス部に入ったということで頑張っていきたいと思います。はい、それではバイバーイ。何その3、はいって分かんなくなっちゃった。